ございます。はい、今日はテイクアウトメニューを取ってきましたので。そうですね、はい、今日の一品かな。今日の一品っていうね、目標でやっていきたいと思います。はい、ということで、ね、今回テイクアウトさせてもらいましたのが、うん、大和八木駅からすぐの洋食家庭料理、うん、ニュールーシーさんでございます。はい、ニュールーシーさんです。はい、ということでね、たまに八木駅からすぐ近くにあって、ミスドの横の横の横くらいです。うん、なるほど。はい、まあ、そちらお肉とオムライスを今回はね買ってきたんで、はい、ちょっとそちらの紹介したいと思います。はい、では行きましょう。それではレッツゴー。おい、タビコン TV。 待て待て、おお、ということで私のがふわとろオムレツのオムライス弁当でございます。なんかすごいおしゃれなバケツに入ったよ、ね、でサラダ付きです。おしゃれですね。おしゃれ。はい、生ハムサラダ。はい、弁当にサラダが付いてるという。ハムと一緒に。うまいな。うん、生ハムないわ。弁当に生ハムサラダなんて珍しいよね。確かにな、なかなかないよな。うん、オムライス。オムライスです。可愛らしいな。いや、オムライス食べたかったね。いただきます。うん、テイクアウトのお弁当でこんなふわふわオムライス食べれるすごいな。へえ、めっちゃうまい。量はどんなもんなんそれって。結構入ってんね、案外奥深い。あ、奥深いんや。こんだけスプーン刺さるもん。ほら、ほんまやな、すごいな。結構奥深いです。卵のふわふわさがちょうどいい。ソースもあんまりかかりすぎてるんじゃなくて程よくかかっててうまいっすね。じゃあ僕の方はハラミ弁当を食べたいと思います。はい、で結構オムライスの方もそうやったんやけど、こっちも重い、めちゃくちゃ。おお、豪華やもんね、見た目が。豪華。マッシュルームとハラミとで、ご飯もいっぱい入ってるし、生ハムとか、あとこの明太子とポテトサラダかな、うん、ちょっと分からんけど。で結構このソースとかも日本付いてくれてて、うん、そっちサラダ用で、そっちが焼肉肉用ちゃうかな。でもさっきちょっとつけますね。はい、いくで。はい、いただきますね。はい、うん、すげえ。うまい。まずうまいねんけど、その前に思ったこと。うん、柔らかい。柔らかいんや。めっちゃ柔らかい。え、びっくりした。あ、うまっ。やばいやろ。うまっ。やばいよな、これ。めっちゃうまい。めっちゃ肉うまいな。じゃあ、30歳に。30歳に。うぃ。さっきから。行くかんだよ、私。ほんまやな。ライブ配信で。買いに行く？今から。これ食べ終わったら。はい、ごちそうさまでした。美味しかったー。めっちゃうまかった。ソープライス弁当うまかったっす。花火弁当もなかった。なかった。はい、ということで、うん、オムライスなんですけど、うん、ふわふわなんですよ。うん、まあまあ、ふわとろオムライスやからね。ただ、熟熟のふわふわじゃないんですよ、ね。あ、そうやな、確かに確かに。卵がその熟ふわじゃなくて、ほ、うん、まにふわっとした仕上がりになってて、うん、卵がいい感じで、下のチキンライスも美味しくて、最高でした。花火弁当の方も、まあ、ちょっと時間経ってるから、まあ、ちょっともう冷たくなっちゃってて、まあ、肉が硬くなってるんかなと思ったんやけど、食べたらびっくりした。めっちゃ柔らかい。そうですね、びっくりしたよ。味もしっかりついてますし、ね、はい、マッシュルームもいいアクセントになってて美味しかったですね。こちらの八木の方にあるニュールーシーさんはなんか2店舗あるんですよね。違うお店でルーシーとニュールーシーがあって、で今回僕たちが行ったのがニュールーシー。はい、ニュールーシーの方です。まあ、実際ちょっと今回店舗の中ではコロナめくら食べれてないんですけども、気になる方は八木駅の超いい立地にあるんで、はい、そうですね、ぜひ皆さん食べに行ってもらう。でまあちょっとコロナ気になる方とかはテイクアウトでね食べてもらえたらと思いますし、メニューいっぱいあるんですよ、まだ他にも。こんな感じです。僕らが今日食べたのが牛ハラミステーキ丼と、うん、僕が食べたのがふわとろオムレツのオムライス、あとイチボのやつとかめっちゃ気になるしな。ユッケ丼ね。ユッケ丼、ローストビーフ丼もありますし、エビフライうまそうやね。そうやな、これも食べたかったな。一応これランチボックスって書いてるんですけど、僕たち夜にね事前にお電話で予約してから
お伺いしました。皆さんもぜひ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 行っていただければと思います。こちらの動画が、ね、面白いと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter、インスタ、Facebook もやってますので、こちらのフォローもどしどしお待ちしてます。おすすめ動画はこちらにあります。食べてもらうテレビのタカトン、コミでございました。バイ、ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタ、Twitter、Facebook もやっておりますので、フォローどんどんお待ちしております。よろしくお願いします。食べてもらうテレビです。